あっち道の反対があそこクローフット氷河、クローフット氷河、あのカラスの足の爪の形した氷河、トレイルヘッドに向かう。トイレあるって書いてあったんだけどな。とトイレ寄ってでトレイル行く。ヘレンレイクまで片道6キロ。結局トイレ行こうとしたけど、ずっと長く入ってるおじいちゃんがいて全然出てこなかったから行かなかった。山の途中でどっかできるとこあるといいけど、人が結構いそうだから隠れてできるとこはないかもしれない。こっちがさっきのあの氷河、クローフット氷河。もっと見える場所に行くんだと思うんだけどな。天気良くて気持ちいい。まだすごい暑すぎるほど暑くないし、ちょっとこれから気温上がるかもしれないけど、ちょうどいい感じ。ほらほら氷河が、湖と氷河見える。なんかランナーズハイなのか、なんかランナーズハイみたいな感じかな。お腹空いたの、ちょっとまた引っ込んできた。あ、馬が来る。ちょっと日陰で休憩。なんだろう、なんか全然疲れてるわけじゃないんだけど、足が前に全然進まない。こんな簡単なとこなのにクッキー1枚だけ食べる。でもなんか食べることによってもっとお腹空いてしまいそうな気もするよね。なんか結構湿気てるね。この間食べなかったチョコパイがまだカバンに入ってるのをさっき発見した。方向が変わっていきなり景色が変わった。もうほんともう少しだ。これからは開けた絶景の中歩けるから、もっと気持ちよく歩けるかも。なんか景色も綺麗だし、あとさっきみたいに登るじゃなくて結構平ら気味だし、あと糖分取ったからか、もうさっきより全然スタスタ歩ける。よかったホミ。なんかさっき全然足が動かなくて、朝病院から電話あって貧血気味って言われたから、それで安心かかったかな。今日鉄分取んなきゃ。綺麗景色、うん、めっちゃいい。いいね、かっこいい山がかっこいい。雪の付き方もさ、なんか砂糖みたい。もう全部山が岩岩でかっこいい。このズボンすごい、やっぱり歩きやすい、ハイキング用だから。
色もいい感じ。そうそう、ホミンが履いてるズボンが私が前に履いてたハイキングパンツで、もうあれちょっと今痩せちゃったから、あれブッカブカで履けないんだよね。あれホミンにぴったりだから履いてもらってる。だんだんなんか暑くなってきた。あ、ここまでで、まあ、休憩も入れて2時間ぐらい来たみたい。下に湖ないかな。まだかな、まだかな。違うかな。あ、そうだそうだ、ほらほら、出た、着いたよ。計算通りさ。何が2時間から2時間半の間だと思ったら2時間15分です。あ、さすが。あ、いいねいいね、着いた。もっと行こうと、まあ、もっと行って上まで行けるけど、まあ、今日の目的地はここ。おお、綺麗だね、湖に。今ちょっと風があるけど、山映って、うん、ここでお昼食べる牛丼、うん、ご飯も出して、これで押さえたら、これがさ汚れちゃうからさ、これをカバンに入れといた方がいいんじゃない。ほら、もう汚れちゃってる。汚れたのをカバンに入れなきゃダメ。半分取って、こっちにする。ひろこ、こっちに食べる。どっちでもいい。多分ひろこはこっちの方がいいと思う。なんで。すげえこぼすから。分かった。まずご飯を開けて。で、これに半分入れて。ここに入れてる？うん、ここ肉の上でお願い。
牛丼弁当いただきます。この景色よいしょ。七味持ってくるの忘れちゃった。でもスプーン忘れるより良かった。作った時味見しなかったけどめっちゃうまくできてる。うん、うん、捨てるのが邪魔だ。なんて捨てちゃダメだもん。ちょっとしばらく休憩してたけど、また今下に戻る。こっちか、あれ？こっちか。でも流されていっちゃうことはないから、もし失敗しても足がついちゃうだけで流されちゃうことはないから、浅いから。イエーイイエーイ、いけたいけたいけた。めっちゃ怖い。あー泥、うわーぐちゃぐちゃ。ぐちゃぐちゃ。行きたい。結局家出た時、家出る前に取り行ったっきり行ってなくて、なんかどっかスポットないかなとか思ってたけどなかなかなくて、ずっと歩いてる。もうトイレ行きたくておしっこのことしか考えない。なんかずっといい木がないから探してるけどなかなか見つかんない。ちょくちょく人にも会うし。駐車場見えた。よかった。モミが荷物持ってくれてる。もう私寝てる時ですらトイレ 2,3 時間に1回行くのに、もう起きてんのにもう今 5,6 時間も行ってない。もう着いた。あーかゆい。なんか顔とか刺されたら他に。そこにトイレあるけど、できたらボーレイクのトイレに行きたい。今トイレに向かってボーレイクに向かってる。これあれなんだっけ、車に置いといたアイスコーヒーめっちゃ美味しい。まだ氷がちょっと入ってる。めっちゃ美味しい。大好きなボーレイクに来た。トイレも行って事なきを得て、今また椅子乗って向かって、靴も B さんに履き替えて、もうさっき登山靴履いてるのがもうほんと暑いって感じだったから太かった。結局椅子持ってもらってる。今ロッチに飲み物、ホミーの飲み物買いに行く。私はこのアイスコーヒーと最高氷のまだもうちょっと取れて残ってる。飲み物買いに来たけど開いてなかった。
もう閉まってたよ。ここ、じゃあここで一休み。うわー綺麗。今日またすごい綺麗だな。日陰もあるね。ちょっと日陰がいいね。暑い。うわー最高。ここがこの間ご飯食べた後にお茶してたボーレーク。あーめっちゃ最高。水が増えてるね。前この辺で。うん。そうそうだ。水増えてる。で今日すごい穏やかだからさ、山が全部映ってめっちゃ綺麗。なんかもう暑いからか顔を洗ってる人じゃ湖の水で、あと今これ釣りしてる人がそこにいる、釣りしてる人がいる。ひゅい、うん、虫よけ中、蚊がめっちゃいる。たまたまだけど日陰があってすごい良かったね。うん、なんかハイキング行く日はあんまりトイレ行かないようにしようと思って、水分も控えるしカフェインも朝から全然飲まないから、アイスコーヒーめっちゃ最高、冷たいし味も自分好みで作ってあるしめっちゃ最高。泳いでる人いる。ちょっともう景色は最高だし椅子もいい感じなんだけど、かゆい。めっちゃ蚊に刺されてる。かゆい。かゆい。かゆいから、たぶん今10分ぐらいしか座ってないけど、タイさん。めっちゃかゆいよ。神奈川のワイナリーに行った時に買ったワイン、これを飲む。これデザートワインだよね多分。手で摘んだワインのピノ、あ、手で摘んだピノノアのデザートワインだって。 ありがとう。うん、甘すぎず、うん、すっきりいい感じ、苦くもなくて結構すっきりしてる。うんうん、あんこのパン、これつまみでまたちょっと次足してもらった2枚目。なんかね、真ん中の方あんこめっちゃ入ってる、端っこに1回連れて食パンのあんまりあんこ入ってない。でもこのパン自体も美味しい、これね。